弱くなった。なんだった？やんだよ。やんだ。でもまた来そう。謎の雲がある。今日の天気は豪雨時々晴れ。すごかった。すごかったね。洗車になったね。はい。はい。おはようございます。おはようございます。もうすぐ8時です。今日はですね、はい、これから久々美川さんに行きたいと思います。ちょっとミーティング兼ご報告動画を撮りに行きますので、はい、今向かってるんですけども、あ、なんか混み始めた。なんか渋滞してます。都会ですね。そう、路中がすごいから、ここでいつも長い。ここ長いよね、信号。もう目の前なんですけどね、信号がいちいち長く感じます。右折のね、信号ね、激端だよね。うん、はいどうぞ、はい終わりって感じじゃない、ね、イメージとしては3、4台、5台美川さんのとこ一回横付けしてさ、うん、ハルピンだけ行っちゃって。分かった。到着しました。はい、こちらが美川さん。この辺だよね。うん、はい、到着。じゃあハルピンちょっと行ってて。はい、はい、到着。八王子美川さん。タロちゃん駐車場行ってるから、その間に。わー、冷た。あ、はまった。先に入店したいと思います。改めまして、おはようございます。おはようございます。斉藤と橋本です。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。すみません、何の打ち合わせもなく。すみません。今日は今美川さんの店舗の方にお邪魔してるんですけど、はい、イベントのお知らせ動画を今日ちょっと撮りましょうっていう。そうですね、はい、ことで4人で撮ってるんですが、いつもお世話になってる美川さんの蓮さんと、はい、メグさん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。動画撮るの久しぶりじゃん。あ、そうですね。久しぶり。コーディネートの時ぐらい。あ、そうですね。そうですよね。キャンプの？キャンプの動画で撮影みたいなのやってないですよね。そうですね。イベントは一緒にまたやったりしてますけど。そうですね。そうですね。してないかも。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。本日なんですが、一番ちょっと大きい告知が。そうですね。ですね。そういうんだ笑い方する人いないんだから。あのですね、去年も出たんですけど、僕らは今年も11月の11、12土曜日、日曜日に名古屋のフィールドスタイルの方に、出演することが決まりました。はい。そうなんです。まあ出演というか出店というか。出店ですね。はい。この4人で今回撮影しているということは。今年はですね、美川さん802プロダクツと一緒に斉藤夫婦がブースに出店させていただくっていう形で決まりましたので、やっぱり日本で今一番大きいんじゃないかっていうアウトドアイベントなんで、それに今年も802と斉藤夫婦と一緒に名古屋まで行きますので、お近くの方、行くって決めてる方、ぜひぜひお会いできればなと思いますので、今日はその告知と、関東から行くにはやっぱりちょっと遠いよねっていう人も結構いらっしゃると思うんで、その1ヶ月前ぐらいになるんですかね。これが10月の21日、22日、はい、土日、2日間で、これは美川さんの八王子の店舗で、そうですね、ここっすよね。ここで802プロダクツ×斉藤夫婦のオータムお祭りイベントやりたいなと思っております。おー、前月祭的な。前月祭、そうですね、そんなノリでちょっと、そうですね、やろうと思っているんですけど、今日はこの2つのイベント計4日間そうですね、はい、あって、そこで先行販売になるアイテムを今日はちょっと見させてもらえるっていうことで、はい、ここにもう並んでおります。すごい光物中心僕らが
コラボさせてもらったアイテムもありますし、802の新アイテムもありますし、いうのでちょっと今あるサンプルだけでも見れたらなっていうので、この辺がもう出来上がってるもの。そうですね、出来上がって早く見せできる、はい、すごい、ね、すごい。ちなみに10月はここの店舗でのイベントだから、はい、ビカーサさんの商品は全部買えるわけですよね。あ、そうですね、はい。フィールドスタイルに関しては802プロダクツで出店ってことですね、はい、そうですね。802プロダクツに関わるものと、はい、サイトグさんの、はい、コラボモデルおよびサイトグさんのアイテム。あ、そうですね。あとフィールドスタイル一応僕らのシェラカップも。そうなんです。持っていくので今日忘れちゃいました写真が元気よくあの、この辺ですか。ちょっと新しく、はい、深型のね、なんていうんですか、ああいう形、ロッキーシェラー、ロッキーシェラー、ロッキーシェラー、はい、ストレートな、はい、はい、新しいちょっと形で作ってみたのがあるので、可愛いサイズ、はい、うん、それをちょっと記念シェラカップということで、はい、イベント専用で持っていこうかなと思います、はい、ブース自体は、はい、アウトドアモンスターブースなんですね。そうですね、アウトドアモンスター集団というか、ま、モンスター軍団のブースに、まあ、あの802もモンスターがあるので、はい、あのブースの中に一緒に出る感じです、ね、はい。そのじゃあアウトドアモンスターブースは何社ぐらい？10社以上、まあ、以上いますね、はい、ですよね。じゃあだいぶ大きいブースに、ね、大きいブースを借りて出るような感じになるんですけど、はい、結構目立ちそうだね。ね、大きいスペースでね、やったらね、うん、じゃあ802のアウトドアモンスターももちろん持っていって。あ、そうですね、モンスターアイテムもね、これこの辺とか。あ、そうです、そうです、うんうんうん、はい、モフモフワッペンも持ってきます。はい、カルピン違う色だよね、ボクさん。そう、ヘリンボーンからのモフモフ、はい、これ人気シリーズですもんね、なんか可愛いですよね、シリーズ、うん。あ、ちなみにこのポーチは L&C です。あ、可愛い売ってます、売ってます。これね、ワッペン、これあの他のメーカーさんとかも同じ企画で作ったりしてるんですよね。そうです、サイズは一緒なんですけど、まあうちの場合はもうそれはあのパッチワークデニムっていう、はい、我々のこう一つのベースのソファーの柄とか、はい、あとはあのヘリンボーンっていう西海岸テイストのモンスター、うん、はい、あとそうそう、はい、あとはあの802のね、あの真鍮のネイティブ柄のモンスターと、はい、サンモンスターをちょっと連れていこうかな、はい、なるほど。これなんか真っ黒なんですよ一斉のせじゃん、はい、こちらです。あ、かわいいですね。こちらが、はい、802のモフモフのネイティブ柄の、ネイティブ柄、はい、の真鍮のネイティブのハーフユニットをイメージしたモフモフで、はい、ちょっとこうキラキラしてる感じです、うん、はい、ラーメンが少しラーメンが入ってます。そうなんですよ、うん。でこちらがイカーサの西海岸のヘリンボーンのモフモフくんです、はいはい、私これもね、可愛いですよね。でそれも持っていくってことですね、はい、連れてきます、はい。であとはこの辺がランタンとか、まあ、ランタンメインですかね。そうですね、今日はちょっと光り物を中心に、はい、はい、あ、でもこのテーブルとかも全部、あ、そうです、この辺りも持っていくんですかね、はい、そうですね、持ってきます。テーブル、ブリッジ、はい、天板、そうですね、ハーフユニット、はい、あとは黒波のこの辺の天板も、はい、このユニット天板です、ね、なるほど、はい。じゃあ今日はちょっとここにあるのだけでも、はい、さらっと見れたらなと思うんですけど、はい、はい、どれから。そうですね、そうそう、まずこの、あ、ランタン802の新作なんですけど、もともと八王子があの夕焼け小焼けっていうあの歌、はい、童謡、童謡の、まあ、発祥の地なので、はい、それが、まあ、せっかくなら夕焼けのランタンと、あと夕焼け小焼けっていうと小焼けのランタン、はい、で小焼けっていうのが何かっていうのをちょっと調べたら、はい、こう夕日が沈んで最後沈む一瞬だけ、はい、分だけ空一面がなんかオレンジになるっていうか、あ、なんか、マジックアワーみたいなこと、ね、あ、そうですね、はい、であんまりこう長くはないんですけどっていうのが小焼けなんですけど、その小焼けを表現した小焼けと、はい、あとは西に沈んでいく夕焼けっていう2つのランタンホヤをちょっとご用意してですね、はい、なるほど、こっちが濃いんですね、こう全体的に。そうです、空一面がちょっとオレンジにこう輝くような感じと、はい、まあ、ランタンの炎が太陽のように見えるようにっていうので、はい、夕焼けシリーズとですね。なるほど。商品っていうのはこのホヤってことですよね。そうですね。フェアハンドとデイツ両方兼用のホヤなので、はい、あの職人さんが手拭きでこう拭いてですね、磨いてくれてっていうのがあるので、一つ一つ違うんですけど、それも味わいとしてぜひ楽しんでいただきたいなと。なるほど。はい。
ちょっと量産はなかなか難しいんですけど、はい、あじゃあ少量、そうですね、はい、なるべくちょっと頑張って多く作ってですね、はい、持ちたいなっていうふうに思っています。なるほど、はい、そしてこの横にあるのがちょっと前にも見たことありますよね、アルピンさん。はい、これはこれがコラボで作らさせていただいた、まあ、色味をこういう色味がやりたいなっていうご提案をさせていただいた斉藤夫婦ホヤになります。あの802コラボの斉藤夫婦モデル、はい、そうですね、はい、斉藤夫婦カラーのホヤを作っていただきました、はいはい、春にも一回作ってるんですよね、うん、そうですね、そっからちょっと改良して、そうなんです、ちょっと色味が変わったんですよね、はい、うん、クリアの部分がちょっと減った、そうですね、もうハルピンさんのイメージとタラさんのイメージいろいろこう聞いて、うん、少し青を全体的にまぶして、まあ、泡はそのまま継続して入れてるんですけど、またこう炎というか火を入れた時の明かりの広がりもまたすごく素敵になったので、ぜひちょっとこれも火を入れてみていただくと、はい、あそうですね、ちょっと入れれますかね、火を、はい、ちょっとどういう感じに光るのかを見れたら嬉しいですね、はい、あ全部つけれるんですか、あじゃあ全部つけましょうか、あすいません、薄い感じとこれが、はい、あこれが夕焼け薄い方ですね、そうですね、あこれ火がほぼ見えないっていうか、そうなんですよね、うん、おすごいすごい、これはなんかガラすごいな、やばいね、やばいね、すごい綺麗、うんうん、でこっちはあれですよね、ハルピンさん、海、そうなんです、海、そうなんです、え、そうなんです、そうなんです、そうなんですあの海の中から空を見上げたイメージで、うん、ちょっとこう技法みたいなのが入ってて、はい、海の中から海の中のカラーリングをちょっとこうイメージで、うん、もう私たちは知識がね全然ないので、はい、本当こんな風にやりたいっていうことしかお伝えできなかったんですけど、それをすごい社長とめぐみさんと交番の方が形にしてくださった傑作でございます。そうね、すごい海の中から海の上を空を見た見上げてる感じ、はい、見上げてる感じ、そうすると、ね、まあ潜ったことはないんでね、ないんだよく検索して、おこんな感じで見えるのかって言って、まあ、テレビとかでもね、そうそうそう、太陽の光がキラキラ、ね、そう海の中に差し込んでるじゃないですか、はい、きっとこうなんだろうなみたいな、なるほど、なるほど、そういうイメージで、はい、はい、じゃあこの辺の小屋、はい、とあとこれ前出てたホヤもこれも持っていくんですか。そうですね、これも本当にご好評いただいてるんですけど、はい、3色、はい、これがヴィンテージグレーっていう淡い色の、はい、まあ、中にツイストを入れてるんですけど、表面は磨きかけてるんでツヤがツルツルなんですけど、はい、これもハンドメイドで作ってるホヤと、あと今めぐみさんが持ってる、はい、カリフォルニアイエロー、はい、これは昔ちょっとカリフォルニアに行った時にちょっとこうイエローガラスがすごく綺麗なのがあったので、それをちょっと復刻させたカリフォルニアイエローですね、はい、あとはこれは60年代のアンバ色のガラスを復刻させた、はい、この辺も綺麗ですよね、なんかネジネジなってます、あそうですね、うん、光の屈折はすごく綺麗に、はい、へー、これも持っていこうかなと、なるほど、はい、そしてはい、もう見えてはいるんですけど、はいここら辺のこれはもう LED ランタンっていうかゴールゼロだったりの、そうですね、ゴールゼロ、ミヤビ、ナテューラ、はい、全部LED の、はい、互換性は全部つけられて、はい、かつ家の照明としてもつけられるようにペンダントライトして使えるように、はい、まあ、ソケットの方もうちの方で販売して、あそうなんですね、はい、それでも使えるようにということで、家でも、はい、外でも使えるような、あじゃあ普通の電球が使えるってことですか、そうですね、ここに、はい、シャンデリアみたいになるんですかね、そうですね、クリスタルガラスをかなり細かく、はい、ダイヤモンドのようにちょっとこういろんな角度からカットして光の屈折をすごく綺麗に出せるようにということで作ったんですけど、ちょっとこう薄いアンバー色があります、はい、で光をちょっとつけると、おお、綺麗、めっちゃ輝いてるね、うん、へこれを一つ一つカットしてるんで、はいはい、もう本当にこうオールゼロの光にもすごくいろんな方向から輝きが出るので綺麗、はいはいはい、昔のこうヴィンテージっぽい感じの照明にもできるかなっていうので、はい、結構重さもある、そうですね、はい、へえ、うん、ずっしり、でここにこの引っかかってるランタンスタンド、はい、これが今回新作で802のランタンスタンドで、はい、ベースは黒波のレジンですね、すごい、レジンを入れてみました、へえ、ここが
これは木ですね、木で。そうですね、あのブラックウォールナットっていうウォールナットの無垢材なんですけれども、はい、その上に黒い波のレジンですねベースにして、すごい9ミリ幅なんで比較的この径もすごくバランスよく、はい、しっかり作ってるんですけど、これもじゃあ新しい新作、はい、これも新作で持っていこうかなと。はい、わかりました。こっちは違うんですよね。そうですね、それはちょっとこの間のイベントのやつですね。そうですね、イベントの時に作ったもので、あのソマビトさんの、はい、ソマビトさんコラボのやつですね。はい、で、ハルピン、これはシェルランプ。はい、まあでもこのシャンデリアシェードの同じ企画っていうか、そうですね、はい、企画が一緒でハルピンさんといろいろ話したり、タロさんにも見てもらって、まあ天然のシェルですね、貝の。カスピ貝でしたっけ。そうですね、カスピ貝。カスピ貝、はい、全部そうですね、すごいね、本当に。でも音も綺麗ですよね。音がすごい、確かにこう風とか揺れると音がいいですね、うん、これもハルテンさんはこの音とこの雰囲気がすごく素敵だからということで、今回やっとできました、はい、すごい。いや、嬉しい。海とかね、すごい、うちも大好きだから、何かシャンデリア系でね、やってみたいっていう話をしてて、うん、じゃあこれが斎藤夫婦コラボそうですねという形で出させてもらえる。はい、はい、で色が要はこう白。そうです、これが何も無塗装のそのままの貝の色なんですけど、はいはい、逆にこれはあの、まあ、ゴールゼロ自体に、まあ、フィルムとかいろんな色をつけることもできるので。なるほど、ちょっとまた色も変えてみましょうか。はい、こう雰囲気がまたあるので。そういうことですね。今これはあの、はい、普通のゴールゼロが入ってるとこの色っていう感じですよね。はい、そうです、ね。あ、それブラック。はい。ブラックカバーが入ると、あ、ちょっとなんかちょっとまたシックな感じ。はい。あ、ちょっと確かになんかグレーっぽい。そうなんですよね。グレーがかった感じになりますね。はい。大人っぽいね。うん。落ち着いた感じの。そうですね。かっこよくなる。はい。へえ、なるほど。あとは。もう一つはですね、ちょっとアンバーのカバーなんかもあるんですけど、はい、おお、すごい、すごいね、うん、また雰囲気変わりますね。はい、透明度があるので、うん、天然のシェルやっぱりこうふんわりと、うん、へえ、かわいい。まあこれだからここの色が変われば変わるってことですもんね。そうですね、青なら青になるし。あ、そうです、そうです、はい、柔らかい感じの色合いはすごいですね。本当の貝の。そうです、天然のシェルになります、うん、はい、そんな薄く削れるんですね。そうなんですよね、貝殻をカットして、はい、そうです、作ってるっていうことですよね、はい、そうですね、ハンドメイドで一つ一つ、うん、すごいよね、うん、こっちは、あ、まあやっぱクリスタルよりはちょっと軽い。そうですね、シェルの方がちょっと軽さはあるので、はい、で、これがさっきの元の色。そうです、ね、はい、はい、これをコラボ商品で持っていかせてもらいます、はい。とりあえずじゃあ今回はこの辺ですかね、出来上がってるのは、ね、あとはあのウォールゼロのベースの殴り、これも持ってこうかなと思ってます。あ、はいはい、真鍮の削り出しでウォールゼロがちょうど刺さってるの、はい、裏側に4分の1のネジも入れてるので、こちらですね。ああ、なるほど、はいはい、あとは磁石がついてるのでこの下にこうつけたりとかもできます。ああ、そういうことですね、はい、光をこう上に向けたい時とか、はい、あともちろん、はい、しっかりつきますし、はいはい、まあ、横にもね、あ、綺麗、まあ、ちょっとアクセサリーとしてもすごく、あ、確かにそうですね。ゴールゼロ単体だと結構あの、うん、まあ、夜こうやってちょっと倒れちゃうんで、うん、これをこのままはめていただいてキャンプの時は一番落としていただいてっていうのでも、うん、確かに足の方が照らしていける。これもあの削り出しですごく人気なんですけど、はい、あの持ってこうかなと。じゃ あとまたそのアイテムの詳細とかイベントの内容とか、はい、その辺はあのインスタとかでも、あ、そうですね、随時ご案内したいなと、はい、内容が決まり次第、そうですね、上がっていくと思います。はい、はい、はいはい、ということで今回はイベントに参加しますっていうお知らせの内容と、あとそこに販売される私たちのコラボアイテムだったり、はい、802の新商品だったり、そうですね、はい、っていうのをちょっとご紹介させてもらいました。はい、イベント当日は先着みたいな感じなんですか。そうですね、あの先着販売、ね、の予定です。の予定で今のところ、はい、2日間に分けて、うんうん、そうですね、はい、ブースは僕たちは僕たちで、夫婦ブース皆さんとお話したりとか、あと一応車を持っていく予定なので、そうですね、はい、車のシェビーバンの
展示とあと2個メリも行く予定です。はい、はい、2個メリはちょっと一日中いる感じではなくて疲れちゃったりするんで時間を決めて、まあ、午前か午後かどっちかの参加とかってなると思うんですよ。なんでその辺もまたインスタグラムとか YouTube の投稿とかでお知らせ入れていければなと思いますので、はい、決まり次第でまたこれからアイテムもちょっとただ企んでる商品が企らない頑張って、はいはい、ご案内できるようにしたいなと、はいはいはい、ということで10月の21、22と1月の11、12、はい、皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますので当日お気をつけてお越しくださいませ。よろしくどうぞ。よろしくどうぞはい、今回お知らせ告知動画ですが、はい、いつもあのキャンプの動画だったり旅の動画だったり出しておりますのでぜひぜひチャンネル登録していただいてそっちの動画も見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。さよなり。斉藤でした。ありがとうございました。橋本でした。ありがとうございます。橋本さんありがとうございます。すいません楽しみですね。そうですね、はい、ありがとうございます。